子供に英検合格させたいチャンネル、英検3級リーディング穴埋め問題を8問解いてみた。皆様こんにちは、アリスです。今回は英検3級リーディング問題、短文をマー君に解説してもらいながら進めていきます。マーライオンのマー君です。まず最初に注意点と目標を確認しておきましょう。注意点、リーディングの短文問題は約1分で解いていかないと試験時間に間に合いません。解説はゆっくりですが、試験本番は回答が分かればすぐ次の問題に進みましょう。目標は問題をクラスの友達に解説できるようになる。問題を解く手法、1、単語の知識で解く、2、文法の知識で解く、この2パターンが基本です。英検3級では単語の知識だけで解ける問題が多いのですが、上位級になればなるほど文法の知識が必要になってきます。それでは練習問題の1番です。まずは選択肢の意味から考えてみましょう。選択肢の意味は上から順番に他の、すべて、他の、何でもとなります。最後に1とあります。2番のオールだと全部欲しいとなってしまい、4番のエニシングだとパンケーキが欲しいのに何でもになってしまうので2番と4番は消去します。アザーとアナザーが残りました。ここは辞書の解説を引用します。アザーは複数名詞を直接修飾して他のと訳す、アナザーは単数名詞を直接修飾してもう一つのと訳す。単数名詞を直接修飾しているので正解は3番のアナザーになります。これがもし複数を直接修飾していたらアザーとなりますね。Can I have another one? もう一個くれない? Can I have other pancakes? もう何個かくれない? それでは2問目いきましょう。選択肢が全部体の一部ですね。これは Give me a hand、 手伝ってくださいというのを知っているかどうかという問題です。正解は2番です。このように英検3級リーディング問題は単語勝負になることが多いです。練習問題3番です。これは単語の問題ではなく文法で解く問題です。判断ポイントは省略されている have です。 I've イコール I have、 これは完了形というのが使われていて I have 過去分詞形で表現します。なので正解は3番の known となります。こういう問題は本文の翻訳など関係なく解くことができます。練習問題4番です。これも文法で解く問題ですね。少し詳しめに解説してみましょう。 Be good at、 上手に、得意と訳しますが、ここでは前置詞 at の後ろの品詞に注目します。アットは前置詞で、このアットの後ろには名詞が来ます。通不定詞の形も不可能です。この時点で2番のツーライト、3番のロート、動詞の過去形、4番のライツ、動詞の三人称単数形は消去して、正解は1番のライティング、動名詞形となります。練習問題5問目です。この問題は単語と文法、両方を使います。まず、ギブタス人タスもの、名詞、人に物をあげる、という使い方ですので、カッコには名詞が入ります。実際にカッコ直前に、あ、がありますので、これもヒントになります。続いて、選択肢です。先に正解言うと4番の、ライドです。ライド、乗る、動詞活用、ですが、ライド、何々に乗せること、車に乗せること、という、加算名詞活用ができます。加算名詞活用なので、あ、ライドと書けます。
名詞活用のライドが正解だと分かっても、ライドホームがよく分からないかもしれません。このホームは副詞活用です。ホーム、自宅へ向かって、母国へ向かって、故郷へ向かって。Give her a ride、 彼女に車で送ることをあげるということは、彼女を車で送ってあげるという解釈になります。練習問題6問目です。まずは選択肢から見ていきましょう。意味だけ考えると、全部、悪いという意味合いで似ています。3級では中学で習った文法から出題されます。 the があり、限定されてるところから the プラス最上級を選ぶ問題ですね。比べてる対象が書かれてないので、比較級の worst は消去して、正解は4番の worst です。3番の badly は副詞として使われることが多く、1番 too bad は文末または文頭に使用されることが多いです。練習問題7問目です。これは本文と選択肢を緩めに訳してみましょう。お父さんの誕生日のためにケーキ買いに行かない？一緒にケーキを作ろうよ。最初はケーキを買いに行くと言ってたのに、ケーキを作ろうに変わってますので、カッコでストーリーが変わったということですね。次は選択肢です。選択肢、上から順番に、それは私のパーティーだ、いいケーキ屋を知ってる、お父さん間違ってたわよ、もっと良いアイデアがあるの、となります。文章の意味のつながりを考えると、4番が適切です。練習問題、最後8問目です。この問題は、後半に出てくる、it に注目します。一度、出てきたものに対して it を使うのですが、この it は何なのでしょうか。緩めの意訳を出してみましょう。私、昨日あなたに電話したのに出なかったじゃない。ごめんごめん、今日英語の先生にそれを渡さないといけないんだよ。続いて選択肢です。選択肢、上から順番に、あなたの質問、忘れちゃった、レポート書いていたんだ、電話持ってないんだ、答えがわからないよ、となります。全体から it イコールレポートと判断できるので、正解は2番になります。まとめ、英検3級リーディング問題は単語勉強で半分以上は解ける傾向なので、時間が取れたら8問だけではなく、たくさんの問題に取り組もう。正解以外の選択肢も勉強しておきましょう。はい、皆様ありがとうございました。またね。